皆さん、こんにちは。本日は千葉県指定有形文化財である旧阿波南高校木造校舎の魅力を紹介するオンライン講演会へのご参加ありがとうございます。年に一度の見学会は新型コロナウイルス感染防止のために中止となり、このような開催となりました。教育や文化財、建築、まちづくりなど多方面で活躍されている皆様が関心を寄せ、全国より100名を超えてご視聴くださっていることを大変嬉しく思っております。私は企画運営を担当しました NPO 法人阿波文化遺産フォーラムの池田恵美子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は開催地である、千葉県館山市の金丸健一市長よりメッセージをお預かりしておりますので、ご紹介させていただきます。代読は阿波高等女学校木造校舎を愛する会の片方義明会長にお願いいたします。皆さんこんにちは。今ご紹介に預かりました木造校舎を愛する会の会長をさせていただいております片方と申します。今日はよろしくお願いいたします。では金丸市長のメッセージの方を読み上げさせていただきます。令和3年度千葉県立阿波南高等学校旧第一校舎一般公開事業の開催、誠におめでとうございます。旧阿波南高校木造校舎の魅力というテーマでオンライン講演会が開催されるにあたり、一言ご挨拶申し上げます。千葉県館山市にあるこの校舎は、旧阿波南高校の前身である阿波高等女学校の校舎として建設され、千葉県の指定有形文化財として現在に至っております。昭和の初めの歴史的ロマンを感じさせる文化財であり、多くの青春を過ごした女学生の思いが詰まっている阿波の宝であります。私が学生時代、文化祭の日に校舎に入り、最初に感動したのは廊下の美しさでありました。これだけ綺麗な廊下を見たことがなかったからです。物を大切に手入れする姿勢に感激したことを今でも鮮明に覚えております。校舎は今もなお地域に息づいており、その佇まいは人々に感動を与え続けてくれています。今回、オンライン講演会の他に、館山会場と鋸南会場で開催される写真パネル展も、校舎の魅力を余すところなく伝える企画となっているようです。この講演会を視聴なさっている皆さんには、ぜひともこちらもご覧になっていただきと思います。結びに、今回の企画開催にご尽力されました主催者である千葉県教育委員会、千葉県立阿波高等学校、企画運営を担当されました NPO 法人阿波文化遺産フォーラム、並びに阿波高等女学校木造校舎を愛する会の皆さんに、感謝とお礼を申し上げます。令和3年11月3日、館山市長金丸健一代読、申し上げます。実は私も市長とほぼ同年代で同じような体験をし、同じような思いでおります。そして千葉県指定文化財であるにもかかわらず、この木造校舎が日常的に使われていないことを懸念しております。そこで、この素晴らしい文化遺産を未来に手渡すために、私たちは NPO 法人阿波文化遺産フォーラムの呼びかけにより、阿波高等女学校木造校舎を愛する会を立ち上げました。時々建物に風を入れ、草刈りや掃除などの環境整備をしたり、文化財ガイドなどを行っております。どのような維持方法、活用方法が望ましいのか、
官民共同で力を合わせ、知恵を出し合い、地域遺産をまちづくりの拠点として生かしていきたいと思っております。今日はその機会として、夏目先生のご講演を楽しみにしております。また、全国からご視聴いただいております多くの皆様より、ご意見、ご助言をいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、講演に先立ち、本校の歴史沿革をご紹介させていただきます。それでは、まず、明治40年、阿波地域で最初の女子教育機関として、阿波郡立高等技芸学校が開校しました。校舎は、軍会議事堂を使用していたようです。明治42年、阿波郡立阿波高等女学校が開校し、翌年に長須賀校舎が、作られました。この写真はその落成式の模様です。大正10年には県に移管され、千葉県立阿波高等女学校と改称されました。しかし、この前後の数年間は大変な災禍に見舞われています。まず、大正6年10月1日、東京湾台風の襲来がありました。阿波地域でも甚大な被害を受けました。阿波高等女学校では、体操室の屋根が吹き飛ばされ、寄宿舎は大きく傾きましたが、幸いにして犠牲者はいなかったようです。次に、大正7年秋から、現代と同じようなウイルスの蔓延が起きました。当時の校友会雑誌には、流行性感冒の消滅という記事があり、世界風邪として紹介されています。いわゆるスペイン風邪として私たちも耳にしたことがありますが、このパンデミックも第1波、第2波、第3波と3年に及び、予防のマスクやワクチン接種、臨時休校なども記載されています。そして、大正12年の関東大震災です。館山の市街地では、壊滅的な被害がありました。本校でも、校舎が完全に倒壊し、8名の犠牲者がありました。これほどの災害が連続し、行政や社会の経済が逼迫している中で、震災7年後の昭和5年に新校舎が完成するまで、どれほど困難を極めたのか忍ばれます。落成式で報告された工事概要というものが、千葉県の土木課森課長の記事として、交友会雑誌に見つけました。少しご紹介いたします。復旧は大変必要ですが、何しろ県の財政は困難であるために、一時仮校舎を建てて女子教育の継続を図りましょう。基礎工事の完全を期し、その地形は全部杭打ちとし、腰回りを鉄筋混合土構造とし、筋違い、あるいは頬杖を使用し、屋根をスレート吹きとするなど、堅牢耐震の方法を行使、様式または質実にして復興の意を損し、携帯色彩ともに更新の意義を備えしむるに努む。さらに、卒業、などと書かれているわけですが、さらに当地の有志各位の絶大なる援助の賜物ということも書かれています。これが3月に整地され、12月に竣工しているわけですから、本当に円滑に短期間でよく完成したということも、書かれていました。当時の時矢校長は、校舎の落成と私たちの覚悟というメッセージを残されていました。こちらでも、財界の極端に不況な今日、極
序文の経費を投じて公社新築を決行した県当局、県会議員、北条町はじめ阿波郡内の有志、保護者、歴代の校長、教職員、卒業生などの功労をねぎらい、その恩に報いるには学校の実績を向上させ、善美な校風を樹立するものだと述べています。さらに、何万点という一切の工具を生徒と先生だけで人手を借りずに2日間で運んでしまったということも称賛されています。こうして素晴らしい学び屋が完成しましたが、この11年後には戦争に突入してしまいました。女生徒たちは勤労奉仕、防空訓練、慰問袋の発送、そして沖縄のひめゆり部隊に準ずる救急看護の実習もあったようです。さらに工場への勤労動員のほか、こちらの学校にも工場が開設され、在校生もそちらで働いていたようです。こうした激動の時代を経て戦後を迎え、昭和23年には千葉県立阿波女子高校が発足し、25年に阿波第二高校、36年に阿波南高校と改称されました。平和で豊かな時代においても、校舎を大切にする風潮は脈々と引き継がれていたようです。1970、80年代になると、全国的に鉄筋校舎への建て替えが進められていきました。そんな中で本校の木造校舎が保存に至った経緯を当時の事務局長の記録に見ることができます。校舎建築について規制会で協議されていく中で、昭和初期の木造建築は県内に数少ないため、県としては補修し残したいという意向があったようです。校内でも第一校舎を残すかどうか意見交換し、現場の先生方に支障がなければ残してほしいという意見が出たようです。そこで県に出向いて、知事、教育長、財務課長へ陳情をし、また明治期の建物を改修保存している桜高校の記念館を視察するなどしながら、県教委との折衝を続け、第一校舎の保存が決定されました。そして新校舎は昭和55年に完成するのですが、この時、講堂と旧体育館は引き屋移築しました。それが現在も残っていますが、文化財にはなっておらず、残念ながら劣化が進行しているところです。こちらの写真は、建て替えと引き屋の前と後の上空写真になります。さらに昭和57年、第一校舎の改修工事が行われました。この時、屋根もスレートからセメント瓦に吹き替えられています。そして、この木造校舎が県有形文化財に指定された経緯というものが、創立90周年記念の学校旗を光のに、第20代の渡辺校長が記録を残されていました。この木造校舎は母校愛の源であり、先輩後輩の絆のように思います。卒業生たちを考える思うと、どうしてもこの校舎を壊すわけにはいかないと固く心に決めました。そうして校長が悩んでいたのは、外壁がかなり傷んでいたので、塗装の見積もりをしたところ約7000万ということだそうです。県の方では阿波南高校だけ10年ごとに7000万もかけられないよということで、校長が大変悩んでいたところ、くしくも県の建造物調査があったようです。その時に、県の文化財審議委員の先生から
言われて指摘を受けたことが、昭和初期にこんな素晴らしい洋館があったということは、立山の文化度の高さを表していて、歴史的評価が高い。しかも耐震構造で、簡素にして優美、当時の最新技術の建造物です。今もこんなに綺麗に使用しているとは驚きました。現状のまま文化財の価値がある。この評価を受けた校長は、早速県の教育庁に文化財指定を依頼し、平成7年に、指定が実現したとのことです。そして創立100年を迎えた平成20年、学校再編により県立阿波高等学校と統合され、阿波南高校の歴史は幕を閉じました。こちらの銅像は、まあ、ハイカラさんのような、お姿と最後のセーラー服姿の女性と2体像になりますが、同窓会が、統合並行になるときに建立されたものです。そしてこの校舎が日常的に使われなくなったことを心配した元教員や市民有志は、平成23年にシンポジウムと見学会、24年に美術展を開催しました。25年からは県教員の主催で年に一度の見学会が始まりました。その後 NPO 阿波文化遺産フォーラムの呼びかけにより、阿波高等女学校木造校舎を愛する会が平成29年に発足しました。管理者である阿波高校の許可を得て、草刈りや掃除などの環境保全、あるいは文化財を学ぶスタディツアーのガイドなどの活動を始めています。そして平成30年には公開事業の委託をNPO 法人が県から受け、愛する会の協力で開催いたしました。一日の見学者は1000人を超え、大変な盛況となりました。ところが、令和元年、房総半島を直撃した台風15号で、木造校舎は屋根に穴が開いてしまいました。雨漏りで1階まで水浸しになり、愛する会の有志と他県から駆けつけた、ボランティアの皆さんと共に応急対応にあたり、この年の見学会は中止となりました。その後、屋根が修復され、今はきちんと治っているところです。ところが、新型コロナウイルスの感染症拡大により、昨年は見学会が中止になりました。その代わりに、千葉県のゆるキャラ、チーバくんが木造校舎を案内するという動画を制作しましたので、YouTube からもお楽しみいただけます。そして、今年度も感染症拡大防止のため、見学会は中止となり、そしてオンライン講演会と開催となった次第です。100年前の災禍を先人たちが乗り越えたように、本日の企画が、明日への希望につながることを祈念しつつ、講師の紹介をさせていただきます。旧阿波南高校木造校舎の魅力をテーマとしてお話しくださるのは、建築家の夏目克也先生です。日本建築家協会保存問題委員長をはじめ、日本建築学会、全国町並み保存連盟などの要職を歴任されており、佐原市の町づくり支援や、大滝町役場庁舎保存再生に関する活動など、多彩な実績をお持ちでいらっしゃいます。それでは、大変お待たせいたしました。夏目先生、よろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは、夏目克也でございます。私は今ご紹介いただきましたように、建築家でございます。学者でもないし、特に研究者でもありませんけれども、
ご自身のですね建築の設計を通して、まあ、私自身のライフワークとして建物が使われ続ける使い続けるということに、腐心してまいりましたものです。その中で今日、旧阿波南高等学校の魅力について、語るということでここに、やってまいりました。この建物は昭和5年にできた建物で、1930年ですね、現在91歳、私は92年とは申し上げません、91歳と申し上げるんですけれども、今日オンラインで、視聴されている方の中にこの学校の卒業生の方もいらっしゃって、91年に、同じく91歳で、今年、91歳になられる方もいらっしゃるそうです。そういう方々が今日お聞きいただいておりますので、この建物についてですね、これから少しずつ解きほぐしながら、建物の魅力をお伝えしたいなと思っております。うまくお話ができましたらご活用いただければ幸いです。で、この校舎がなんでこれほどまでに愛されるんだろうということの一つにですね、最大のテーマがここにあるわけなんですけれども、その一つ二つを少しずつ解きほぐしますのでよろしくお願いいたします。今遠隔については池田さんが詳しくお話しされましたので、ここでは、ちょっと、一覧するだけで、飛ばしますけれども、一番下に現校舎が、1930年に出来上がったもので、91歳と、で活用されていたのは1930年から2008年まで78年間でした。随分長く活用されまして、先ほどのお話の中にも途中で改装があったり、あるいは建て替えようかというお話もあったりしながら残されてきた。これは非常に貴重なことだと思っております。その1930年から2008年までの間、5代の校長先生から22代の校長先生まで、それから教員の総数はどうもあまり明らかになっていませんでしたが、学んだ学生がおよそ2万人はいるだろうというお話でした。つまり何をここで言いたいかと申しますと、これだけ大勢の人たちがこの学校に今まで関わってきた。で、皆さんの記憶の中にこの学校の様子がしっかりと刻まれている。これが大変貴重な、出来事だと思っております。その貴重な出来事をやはり大事にしていかないといけない。建物は通常、完成、竣工しますと、まあ、完成したというわけなんですけれども、実は私は建築を作る立場から申し上げると、それは完成ではなくて、そこが誕生なんだと。建物がそこで誕生したんだと。そういうふうにいつも思っております。ですから、私どもは設計して建物を作った時には、あと住宅であればそこにお住まいになる方、それから、まあ、公共建築とか、その他の建築については、そこをこれからお使いになる方々、その方々に、しっかりとですね、この建物を大事にしてくださいと、そういうような意味合いで、申し上げております。建物のライフステージがそこから始まる。ライフステージというのは、例えばその建物が同一の目的で、ずっと続けられるわけではなくてですね、場合によると途中から建物の用途が変わっていくかもしれない。その時には建物の要するに舞台が変わるわけですから、それでも
建物が使い続けられる必要がある。変わるためにはそこで変わるための操作をしていく、そういったことが必要かなと思っております。つまり建物全体の歴史が始まるわけで、人間の生命以上の年数をですね、建物は十分持ちこたえられますので、なるべく大事に使って長年使い続けると、これが後々、ある種の文化遺産になってくると、そんなふうに考えております。で、建物が、作られるときに動機というのがあるわけですね。でこの学校が先ほどもいろいろお話がありましたように、最初は技芸学校からスタートいたしまして、その後に女学校、現在でいる女子高等学校ですね、今は共学ですからそういう学校がなくなりましたけれども、女学校として開校したということは、この学校が最初に建てられた昭和5年1930年に建てられた時にですね、とても大きな意味がある、つまり建物の資源的な要素としてとても大切だと、そんなふうに考えております。それは何かということを少しお話しした方がよろしいかと思いますけれども、いくつか後ほど写真などを通して、そういったことについてのご説明を申し上げたいと思っております。で、あといくつか写真がこれからご覧いただきますけれども、年季の入った建物、いわゆる本当に年季が入ってますから、この建物はですね、その中にですね、いろいろと面白いものがあるわけなんです。お宝がありますので、後でずっと写真を見ながらご覧いただいたときに、こんなお宝があるのかなと気がついていただければ嬉しいと思います。で、そういったものがですね、しっかり残されている、やたら新しいものに取り替わらないでしっかり残されていくのが、建物の継続にとっては望ましい形で、もともとあったものをそのまま上手に残していくのを何というかというと、真実性という言葉で置き換えたらよろしいんでしょうかね。建築の専門の人間は少し横文字を使いますけれども、ここではそういう実際にあったものが代替品に変わるのではなく、元の状態を保って、使い続けられる真実性、そういったことがとてもその将来に建物のありようを見るときにですね、あ、こういうことがあったんだということを気がついていただける上で大切なことだろうと思っております。それらの中にいくつかありまして、この写真、今度お見せする写真の中に出てくるかどうか、洗い出しというのが、この建物には玄関のところにあるんですけれども、玄関の腰の部分にですね、花崗岩、御影石の小さく砕いた粉ではなくて粒ですね、石の粒などをモルタルと一緒に塗って、そして、半分ぐらい乾いたところに少し圧力のある水をかけると、そのモルタル面が、流れ落ちて、そしてそこに、石の粒、石の粒粒が現れてくる、そういった工法を洗い出し仕上げと言いますけれども、そういったものがあります。それから、材木がたくさん使われておりまして、大きな材料が使われております。それらに、柱など、特に梁がそうなんですけども、梁の隅にですね、栗型というのがついております。そういった栗型の形状、それから、
梁の柱に取り付くところの付け根のところにやはり、ちょっと三角形になった、どこかでこの解説がありましたけれども、耐震性があるのではないかというような解説がありましたけれども、これは実は、耐震性はあまりなさそうですけれども、化粧品として飾り物としてとても綺麗なものがあります。それから、木製の建具、建具はガラスが従来はまっておりまして、昔のガラスは大きなガラスが使えないものですから酸があります。で、酸の酸割り、酸を割り付ける、それがとても綺麗に見える、そういうものがあったり、それからそこにまたやっぱり酸そのものに栗型があったり、そういったものがやはりお宝の一つになってきますけれども、それからもう一つ、一番お宝は歪んだガラスなんです。皆さん窓から外を見た時に、今現代の建物は本当にガラスが歪んでおりません。平らにできていて外の景色が歪んで見えませんが、古い建物を見た時に、ガラスの外を見た時に、ガラスから見た景色が歪んで見えることがあります。これは実はそういうガラスがはまっているところというのはお宝です。どういうことかと言いますと、ガラスの製法、これは板ガラスと言いますけれども、板ガラスの製法が昔と今違うんです。昔は板ガラスを作るときには、金属板の上に熱で溶かしたガラスを流します。そうすると金属板の上に、透明なガラスができます。で、それで仕上がったものは金属板を反映してできてますから、金属板がやはり真っ平らにはできてないわけですね。そうするとその平らでない歪んだ金属板の面がそのままガラスに映る、反映されて外の景色が歪んで見えた。で、昔はそれらがとても嫌で、歪んで見えないガラスを作ろうというので、昔も磨きガラスという名前で外の景色を見た時に歪んでないガラスが作られました。それは、出来上がったガラスを研ぐといいますか、磨いたんです。で、磨いて真っ平らにして、歪んでないガラスを昔は使いました。で、それは一般の歪んだガラスに比べて金額的にも倍以上かかっていた、そういう時代がありました。それが、およそどの時代かといいますと、前のオリンピック1964年ですか、前回の東京オリンピックの前後の頃からだと思いますけれども、ガラスの製法が変わりまして、熱で溶かしたガラスを液体の上に流して板ガラスを作るよう。そうすると液体というのは真っ平らですから、それで今のようにガラスを見ても歪んでないガラスが通常にできるようになる。これが今ガラスの製法のある種革命的な作り方なんですけれども、それらをまあ当たり前になればなるほど歪んだガラスというのがやっぱり面白い。で、ガラスは、石英という原材料からガラスを作るわけなんですけれども、ガラスになってから最初は大変弾力性がありますけれども劣化してきますので、硬くなってくる。で、脆くなってくる。あまり激しく、ガラスに触ると割れる恐れがある。
そういうガラスですからなおさら歪んだガラスというのは大切で大事にしていただきたいなと思っております。で、先ほどちょっとお話ししました、初期の頃にここの学校で学んだ方々が卒業するときにその歪んだガラスに硬いもので名前を書いて卒業したらしいです。そんなものがこの校舎の中の廊下にある。ぜひ今度、ここ見学会があったときにはですね、そんなところを見つけ出してください。きっとありますから。ここから少し、写真を見ながら細部を少しずつ面白い、ここが面白いということを解きほぐしていきたいと思っておりますけれども、最初にちょっと申し上げたいのは、私も建築家でございますので、一番最初に作るときに、さあこの建物をどういう形に作ろうかと、これを、まず思案します。そこの時にですね、現代の建物というのは、私たち設計者のようなものが携わりますので、誰が作ったかというのが非常に明確なんですけれども、実はこの時代、昭和5年の頃に、この建物が誰がそういう最初のきっかけを作ったかというのが大変はっきりしないんです、残念ながら。で、おおむね私が調べたところで分かっているのは、この建物を作るための平面図、間取りを描いた平面図ですね、それから建物が立ち上がって見える立面図というんですけれども、これらを描いたのは、県の職員の方、千葉県のこういった方面の専門職の方がお作りになっている。これは、全国的に見てもそういう形をとっていると思います。それで、設計者というのはそこまでが当時の役目だった。で、後この形にするためにはどうしたら、誰がどうしたのか、これが非常に、興味のあるところでして、実はこれを請け負った施工会社、建設会社、当時建設会社といったか正確な名前は分かりませんけれども、その建設会社に所属する、これは木造建築のですので、大工の一番頭、昔は常にそういう方々おりまして、俗に言う棟梁という方がいるわけなんですけれども、その棟梁の方がこれをどうしようかと思案したのではないかなというのが私の想像です。それで、ここの今正面のところをご覧いただいても分かりますように、非常にこう左右対称で、そして真正面から入っていくときにあまり硬くならないで、ちょっと一番てっぺんの屋根なんかも少し前、折れてますね。こういうような、いわゆるデザインは棟梁がやった、あるいは立面で書かれていたからそういうふうにやったのかもしれませんが、そこら辺のさらに具体的な形を細かく決めていったのは棟梁の采配ではないかなと思っております。で、先ほどこの学校が女学校としてスタートしたということが大きな要素だと申し上げたのは、女生徒たち、若い 女性の生徒たちがここで学ぶということを相当意識しているのではないか。つまり、いわゆる男っぽい質実剛健というよりも、もっともっと優しくここを作ろうと、そういう気持ちがあっただろうというふうに考えています。玄関の入り口のところが屋根の下の軒のところですね、ここら辺なんかの細工なんかも非常に
丁寧に作っています。それから、2階のその上の部分ですね、ここら辺なんかも交渉なんかが真ん中についておりますけども、ここら辺に、壁面が4つに区切られていたり、その上に、交差するものが4つつけられて、この交差する4つの要素は他のところにも、使われておりまして、統一されたデザインがうまく使われているなと思っております。で、一番下にあります、あの左側からこうスロープで上がっていく、これは後ほど当時はバリアフリー、フリーで建物を作るという概念がなかったので、後々、作られたもので、建設当初からあったものではないと思います。これは先ほど申し上げたところですね。本当にこのショットを見ただけでもとても綺麗ですね。品のある建物の形がよく見えています。で、昔はこれが瓦ではなく、今現在これ何なんだろう。この前さっきお話があった中で、スレートだったのがセメント瓦に置き換わったという言われておりますけど、これもセメント瓦でしょうかね。セメント瓦だとしますとね、もう劣化してちょっと危ない。この前台風で随分やられた、その時の状況がどんなだったかよく分かりませんけれども、もともとあったスレートというのは天然スレートだったと思います。日本でいうと東北の方でスレートが生産されてもほとんど出てこないんですけれども、昔は使われておりました。そういったものが使われていたとすれば、形がもっと優しかったと思います。ここが入り口のところですね。和風の建築で言いますと、こういうところにお寺の入り口などは、唐破風といって、中国から渡ってきた屋根を作っていく工法がよく使われているんですけれども、それを少しやはり意識している、意識しながらやはり洋風なものに置き換えている。これはやっぱり棟梁の手腕、感性だと思いますね。で、私はいつもこういうものを見ると想像するんですけれども、その棟梁がですね、非常に教養があって、そして優しい男で、若い大工さんたちに丁寧に指導している。で、まず自分が手本を示して、こんな具合にここをこんな具合に細工しろ、あちらはどう、お前が一生懸命考えて細工しろとか指示をしていたのかなと思うことがある一面ですね。意外や意外、こんな優しい建物を作った棟梁がいかつい男だったりして、なんてことも時々想像しまして、見合ってのは想像なんですけれども、そんな男でさえもこれだけものを作るという感性をそこに持っている、これは考えただけでも面白いと思っております。これが典型から見たところ、残念ながらこの学校の真正面のところにはちょっと月山みたいなものがあって、正面から撮れる写真がないんですけれども、沖縄の方などに行きますと、この入り口に対して真正面には中が見えないようにするという沖縄などでは風習があって、住宅などにはそこに確か貧困と言ったと思いますけど、壁を立てて、玄関を正面から隠すような、一種の鬼、外部からやってくる、悪者に対して、入るのを防ぐという意味があるんでしょうけれども、それに近いような、築山があります。ですから残念ながら正面からちょっと撮りにくいんですけれども、
入って玄関です。左側の履物入れ、これは昔からあったんだろうか、ちょっと判断がつかないんですけれども、フレームが入り口の大きなフレームがあって押し壁があって、その右側の窓がありますけど、ここは、受付の事務室がきっとあったんだろうと思いますね。で、スロープはやはり後世につけられたものだと思います。生徒さんがここで履物を脱いだり履いたりしたのかどうか、これがちょっと不明で、もしかしたら他に生徒の昇降口があったのではないかなとも私は想像しておりますけれども、いわゆる表玄関の来客のための入り口だったのではないかなと思っておりますけれども、どなたか詳しい方がいらっしゃったらまた池田さんに後で聞いてみましょうか。これは今の玄関の右脇の方になりますね。この溜まりもなんでこんな形になっていたのか、まだちょっと私も解明できておりません。これが廊下。先ほどですね、こちらの立山の市長さん、金本市長さん、金丸市長さん、はい、からのメッセージがありましたけども、廊下のとても綺麗な学校だったという、そういう印象をお持ちだったと聞いておりますけども、なるほど、今も綺麗です。で、おそらく当時、通学していた生徒さんたちはこの廊下を、クラスごとに廊下の前を掃除をしていたんでしょう。昔ですね、木の廊下を艶を出して掃除するのに一番いいのはおから、お豆腐のおから、これを、袋に入れてですね、床を磨くととてもきれいになった。おそらくそんなことをやっていたのではないかなと想像しています。で、まずここで建物の魅力的なことをお話ししますと、まず床も天井もきれいにできている。そして腰にも板が張られている。壁には漆喰が塗られている。すべて天然素材で作られています。今のようにビニールクロスが張られていたり、人工的に作られた建材が使われてなくて、すべて天然木材、当然ですけれども。そして、窓があって、窓には先ほど申し上げたようにガラスが、当時は大きなガラスができませんでしたので、引き違いの窓には桟を入れてガラスを小さく区切ってはめられるようにしてあります。その桟の形状が実に優しくて、リズムがあって何とも言えないその雰囲気があります。後ほどこのガラスの桟のですね、外から光が入ってくる、中から見ると暗い面から見た写真がありますので、そんなのも楽しんでいただければと思います。で、各教室の入り口にはやはり、桟の形が他のところとは窓ガラス等とは違った形を設けている。これも真正面に見えますね。これも全体にいろいろな形デザインされた形とある種その統一感があって、でまた、女性たちの学習の場としてのですね、いかにも優しい雰囲気がある、そんなふうに私は感じて見ておりました。実はこの学校は11年前に統合されて、校舎として使わなくなった時に最初に私も訪れて、ここを見させてもらいました。その時につくづくそんなことを考えました。これは、この廊下は2階の廊下ですね。2階の廊下にちょっと
天井のところに、漆喰で仕切り壁のようなものがちょっと垂れ下がっております。これもまた ある種の、おそらく何らかの形で向こう側とこちら側の区分を見せる、そのようなことからつけられたのではないかなと思っておりますけれども、効果のある、デザインの一つだと思っています。これも多分2階の廊下だと思います。1階の廊下と、ちょっと違う雰囲気が確かあったと思いましたね。教室が入り口が前と後ろにあって、間は、明かり取りの窓、そういうものがこう連続していっております。これをこの場面を見ただけでもとても綺麗だと思っております。これが先ほどの入り口ですね。教室への入り口、事務室とも全部同じですので、どこが主要なというか管理部門の部屋かというのはこの上に掲げられた、表示板によって区別されていると思います。それから、腰には板壁がありますけれども、板壁の上部には帯がありますね。でこの帯のところにも栗型があって、これが下には大きな幅の広い、床面との境に板があります。これは通称建築は幅木というふうに呼んでますけれども、幅木のその上部の部分にも栗型があります。で、部屋の入り口の枠の一番足元にもその大きな幅木が付けられています。これはどういうことかというと、そういうところというのはどうしてもこう足が当たって傷をつけやすい、ですから場合によったら必要に応じて補修ができるためにこういうものが一体ではなく分かれて付けられている、そういうような、細かい配慮もなされております。それからこの階段、これがなかなかいいんですね。一箇所に大きな階段があって、幅のしっかりあって、階段のステップ、一段ずつ上がっていくのを蹴上げと言います。蹴上げの高さ、それから階段を一段ずつ踏んでいく、ここを踏み面と言いますけれども、蹴上げと踏み面の関係が寸法的に非常にうまくできていて、上り下りがとてもしやすい、あまりきつくなくて、大勢の生徒たちがここで上がり下りする、その生徒たちの、年齢に応じた適切な寸法が取られている、そういう階段ができております。これは大工さんの経験値がここにもたらされております。だいたい皆さん、その階段はどういう基本で踏み面、蹴上げの関係が作られているかご存知かどうか申し上げたいと思っていますけれども、通常はですね、外部を歩くとき、外を靴で歩くときには、だいたい平均して人々は70センチぐらい、一歩が70センチぐらい、背の大きい方だともっと幅が広くて、背の小さい方だとややそれより小さい、それくらいで歩きますが、室内はそのステップで歩くとドタバタ歩いた格好になります。ですから学校の中ですから、おそらくもっと静かに歩いたでしょう。そうすると一歩がどれくらいかというと60センチ近くに縮まってきます。60センチ近くの一歩の踏み出す寸法を階段に適用しています。
で、ここから先の話になりますと、これとても専門的になりますから省略いたしますけれども、それらがうまく配慮された階段で、手すり、それから一番最初の親柱等がとてもきれいにこうできております。そんなところを鑑賞していただければいいと思います。こんな具合に、これは踊り場ですけれども、踊り場のところの下から上がってきた階段、そこからまた上に上がっていく階段の手すりをしっかりと支える親柱がありまして、親柱の頭には、義母子、通称義母子というと思いますけれども、ついております。橋の欄干のてっぺんについているのと同じですね。そして、階段の上っていく階段には手すりがしっかりついていて、そこに手すりを支えるための柱が小さく立っております。そしてその各手すりの下に板がつけられておりまして、その板にも洒落た穴が開いている。ここら辺もとても繊細なデザイン。それから、親柱の義母子がついている下あたりにも栗型がついている。こんなところがこの建物のとても魅力的なところの一つだと思っております。これがもう少し全体像を見たところですね。じっくりとご覧になって鑑賞してください。階段はこの建物の全体の中でも大きな、見どころの一つです。いいですね。先ほどの、手すりと手すりの間についた板の中についている飾り穴、とてもいいと思いますね。学校の中には今美術部の人たちが描いたようなのが少し飾られています。これもこういう学校があったというところを示す上でもとてもいいですね。でまたそこに階段の絵が何とも言えない。鏡がついていて、鏡の隅に斜めに板がついています。これはおそらく後世につけたものだろうと思いますけど、でもここにおそらく花瓶などがきっと置かれたんでしょうね。王子のその学校が活動していた時代の写真がもし見られることがあったら見たいなと思っております。これは廊下から、教室の中を覗いた写真。窓の桟がここでも生き生きとしてくるのが見えると思います。こんな具合に、今ですとね、ここにはアルミのサッシが入っています。で古い建物をよく改造しますと、木製のこういった、窓はですね、隙間風がいっぱい入っていて、もともと昔の日本の建築は隙間風建築と言われるくらい隙間風が入ってましたので、近代になってどんどん改装すると、これをサッシに取り替えちゃったんです。でもこの学校は一つもそういったことがしてなくて、昔のままそのまま残っている。これは本当に貴重だと思いますが、その中でも特にこういった、明かりを通して見た山の美しさ、これが何とも言えないですね。これは逆に明るい窓の方から廊下側を見た、場面です。ここにも同じようなガラスが入っておりますので、光の入る側も廊下側も同様に、でこの廊下側の窓を開けて隣のクラスの誰かが声をかけると、これはもうよく学校の典型的な図式ですね。ここに、現在も当時使っていた木製の机と椅子が あります。これも当時を忍ばせる上では非常に貴重な、
置物だと思います。建築とは直接関係ありませんが、この家具もちょっとここにお示ししました。硬い机と椅子ですけれども、温かみがありますね。これは金属の折りたたみの椅子を後々は使っていたみたいなんですけれども、強いてここに飾ったのはそういったことを思い出そうという仕組みだと思っております。これは、正面の黒板の方ですね。教室というのは、西向きに正面があるというのを皆さんご存知、ご承知だと思いますけれども、これは当然、当時文字は右手で書けと、左手で書いたらあかんぞと言われて時代がずっと長かった。今でこそ左利きの人は左で文字を書きますけれども、昔は左手で書いたら先生に叱られた、そういう時代が長かったですから、光は左から入ってきて右でペンを持った時に書く面が暗くならないようにというのが、昔の配慮です。いわゆる手暗がりにならないというのがやり方です。天井のここには蛍光灯がついてますけども、一番最初できた頃にはおそらく白熱灯がついていたと思います。今白熱灯はもうないですからね。日本の国では今、蛍光灯も白熱灯も法律上作っちゃいけないことになっちゃいましたので、大変残念なんですけれども、白熱灯というのは、天むすを、熱で、高熱でですね、そこ燃やすと、燃やした状態が光になって、届くというのが白熱の仕組み、白熱灯の仕組みで、その分ですね、光温度というんですけれども、光温度があまり高くならなくて、柔らかい光が出て、赤みのある光が出て、とても情緒のある照明、電球だったんですけども、今は残念ながら、ないです。今はすべて LED になりましたので、電力効果、めちゃめちゃに効果は高いんですけれども、残念ながら、そこで白熱風の光をできるようになりましたが、本来の白熱灯の柔らかみはどうしても得られないというのが現実です。私も古い人間なものですから、白熱灯はとても好きなんですけれども、もし皆さんの家庭に白熱灯が残っていたら、これもお宝ですから、貴重品ですから大事にしてください。ここにありますのが金属の机がありますね。椅子、折りたたみの椅子も一部残って、右端の方にちょっと見えますね。おそらく構成は、金属のテーブルと折りたたみの椅子で使っていただろうと思われます。それから先ほど階段のところに絵がありましたけども、これは美術教室ではないかと思います。こんな絵が今でも飾られているようです。当時ここで生徒さんたちが学ばれた様子が今でも残っている。これは見学会の時などにぜひこういったものも あるところを探し出してみてください。これもやっぱりここの学校へ見学に来た時のお宝の一つ、そう思います。これがさっき申し上げた、その暗い、こちらが暗いところから見たガラスの山です。綺麗ですね。後ろにある建物がなんとも
無残で困ったものなんですけれども、これは実はこの校舎がこれだけが足りなくて鉄筋コンクリートの校舎が増築されていた、この木造の校舎の北側にある校舎を見てるんですけれども、新しい方の鉄筋コンクリートの校舎の窓はアルミのサッシが入っております。ですから、現代ではアルミのサッシに入れたガラスは非常に強靭なガラスなものですから、小さな酸がなくて1枚でできております。その違いがここでもはっきりと現れてくると思います。これはあまり載せる必要はなかったと思いますが、後々、教室だったところを改装して、作法室などを作っております。改装も一緒でもきれいに作っている様子だけちょっとだけご覧に入れて、まあ、こんな具合に炉も切られていてお茶もできるようです。それから、他に専門的な部屋としては美術室もありましたね。それから習字室もあって、習字室には、さっき申し上げた洗い出しとは違って、研ぎ出しという工法で作った流しなどがついておりました。筆を洗うための部屋だと思います。ちょっと写真には今載っけておりません。これは事務室と思われる部屋です。正面に出入り口があります。これは実は廊下への出入り口ではなくて隣の部屋への出入り口なんです。こういう作り方がこの建物の中にはたくさんあります。状態を見ますと、まあ、こんな具合にして隣の部屋へ、廊下を出ないで隣の部屋へ行けるようにこういう工夫がされております。各所にあります。これは当時、校長室になっていたようです。で、今も校長室の跡として残されております。ここにも、隣の部屋へ行ける、つまり、まあ、隣の部屋を応接室のようなものを使えばそこへ校長先生がいちいち廊下に出なくても行けるような、そういう工夫がもともとされていたようです。これは今この写真の左手前に先ほどの、入り口があったわけですね。それが今度は向かい側の部屋の光が入る南側のところにもこのような、で、この扉はもともとあった扉なんでしょうね。扉の金物などがですね、現代の金物ではなくて昔の金物で、今は扉にはレバーハンドルといって、レバーをこう回転すると開閉できるものが多かったんですけれども、昔はほとんどそれはなくて、握り玉、丸い玉のようなものがついて、それをぐるぐると回すと扉を開けたてできる、今でももちろんありますけれども、そういうものが使われていた名残です。これはそうですね、今の校長先生の机ので、電話はダイヤルのついた電話、黒電話、今はみんなプッシュボタンですけど、こういうものがあった。これも一つのお宝です。今ご家庭にこれないですよね。大体が固定電話のないお宅も多くて、みんな携帯になってしまっておりますから、人間の古い方そういう言い方をしたら大変失礼ですけど、これはもう当然の視界に入ってくるものですけども、今若い、本当に若い、例えば小学生、中学生のくらいのお子さんに
これなんだって聞いたら分からないかもしれないですよ。余談はあんまり申し訳ないんですけども、昔アメリカの映画でダイヤル M を回せなんていうのがありましたけども、日本はダイヤルは1234ですけど、アメリカは ABC がついて、でその M という番号のところを回せというんで、ダイヤル M を回せなんていう映画がありましたけども、まあ、余談です。オルガンの置いてある部屋があります。ちょっとこの写真にはないんですけど、このオルガンは実は足踏み式の、オルガンですね。電動のモーターで空気を送らないで、演奏者が足で踏みながら空気を送って、鍵盤を鳴らすオルガンですね。で写真に今掲載してなかったんですけども、ミシンの置いてある部屋もありました。足踏み式のミシンだと思います。やはり今みたいな電動のミシンではなくて、ここまでが学校の写真をご覧いただきましたので、少しこの後私のライフワークでやっていることに関連しながらお話をちょっと進めさせていただきたいと思っていますけれども、この学校のような建物はですね、どういう言い方をするかというと、文化遺産、ある種の文化遺産だと思いますね。その文化遺産を今のような非常に厳しい言い方で言いますと、今のように阿波女子校の在り方では本当は望ましくない。なぜ今のような在り方かというと、今あるような保存のされ方を私どもは何て言うかというと、冷凍保存と言ってます。結局冷凍庫へ入れてなるべく腐らないようにして、とにかく日持ちをさせる。で、正直何も使ってない。で、冷凍庫を入れておけば電気代がかかって維持費だけがかかる。ここも維持費だけがかかる。これをなんとか使い続けて、文化財だからこそ使い続けて、生きて使おうじゃありませんか。これをまあ私たちはリビングヘリテージと呼んでます。そういった事例をこれから2、3、ご覧いただきたいと思っております。これは、この立山からすぐ近くの鋸南町、ここに元保田小学校という小学校がありました。これを小学校が他の場所に作られて、鉄筋コンクリートの校舎なんですけども、それを改修して道の駅が今できております。正面の横に長いところが校舎で、右側に体育館のようにできているのが、これもともとはやっぱり体育館だったと思います。この正面の校舎だったところに、1階にお店があったり、それから、校舎の前面に、廊下や軒が出て、そこに部屋などが設けられておりまして、宿泊ができたりしております。で、右側の体育館だったところは改装されて、産直のお店になっています。これがそうです。左側の上が1階のお店だ。ここにちょっと消えちゃってますけど、何年 B 組なんていうのがそのまま残っております。それから、右上がそのこの部分の2階の部分で、バルコニーが張り出していて、右側の部屋は宿泊できるようなところになっています。左側の下の左側は、
その元体育館だったところの外装が、ガラス質のものに、変えられて、室内は右側の下のような三直の店になっています。こういう事例があります。それからもう一つ、これは実は私が、保存に関わって、主だって関わって、保存されて、そして再生された建物で、やはりこの立山から近くの大多喜町という町がありまして、そこの町の町役場です。これはまあ建築界の人々にとっては、今井健二先生という方の設計した建物で、非常に私にとっては大事だったものですから、これをぜひその壊さないで残してくださいと町へお願いして、いろんな長い経過をたどって、保存再生されました。で、保存再生されるときに、日本中から、ここに関して改修をしたりする、それから増築をするという行為を全国の建築家に呼びかけて募集をしました。その中で千葉学先生という方がここを改修、丁寧に改修してくれました。その結果をちょっと写真に、これ今の左側の先が先ほどの写真の部分で、この右側の一番先、右側の端っこの方がこちら側になります。そしてここに、増築された建物が、千葉学先生の設計した建物が、こういう近代的な建物が、増築、これ一体になって、町が役場として使われておりまして、これは実はユネスコの文化遺産の賞をもらいました。そういう建物です。それから、もう2つほど、ちょっと私の個人的な経験から、これはカナダのバンクーバーにありますアビフィールドハウス、ちょっと特殊な、住まい方をするハウスなんですけども、この建物が、およそ、これを見に行った時が10年ぐらい前です。100年以上経ってると言ってました。これを、まあ、建物の面積にするとおよそ150坪ぐらいあるんですけどね、木造の建物 でここの右側に碑ができておりまして、ここに、ヘリエージビルディングとしてありますでしょ。もう一つの建物がこれです。これはすぐまた近くのビクトリア通りにある建物なんですけど、これも、ヘリテージハウスという、登録されている日本でいう、有形文化遺産ですね、国の登録、あれと同じようなものです。こういった事例があったということをお伝えして、そろそろ私の時間を終わりにいたしましょうか。おおむねそんなところで今日私のお話を、最後、締まりのないお話になりましたけれども終わりにさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。夏目先生、本当にどうもありがとうございました。はい、本来でしたら、ここで皆様大きな拍手をって言いたいところですけれども、はい、あいにくオンライン講演会ですので、この終了後に視聴者の皆さんにはアンケート画面が表示されることになっていますので、そちらからのご感想などをお届けいただければと思っております。そしてですね、本当に今日文化の日で、小春日和の文化の日にふさわしい、素晴らしい、オンライン講演会がお届けできたのではないかと思っておりますが、私たちもオンライン会議はよくやっているものの、初めての試みでしたから、不手際などもあったとしたら本当に申し訳ないことですが、皆さん本当にご視聴ありがとうございました。で、私こういう立場でこういう活動しておりますが、実は卒業生ではございませんで、隣の阿波高校を卒業しておりますが、私たちの友人たちも自分たちが在校中、この校舎がそんなに価値があるとは思わなかった。で、卒業した後文化財になり、こうして多くの方がいらっしゃるということを非常に驚いているけれど、やはりみんなで草刈りをしたり掃除をしたり、こういう活動をしていることを喜んでくださっているようです。で、今日全国から、視聴してくださっている皆さんも、そんなに素晴らしい校舎なら行ってみたいと思われたと思いますが、残念ながら、今年度はコロナのために、見学会ができませんでした。
ただ木造校舎の紹介ページに動画やレポートを、掲載してあります。で、視聴者の皆様には昨日の正午のリマインドメール、その最後の部分にお知らせというところにリンクが貼ってありますので、そちらから見ていただけたらと思っています。それから先ほど先生からご紹介いただいた校舎の素晴らしさだけではなくて、在校生がかつての在校生が描いた素晴らしい美術作品、特に校舎を描いたものも本当に素晴らしいので、今回同時開催の写真パネル展の方でもそれを展示してあります。現在は南総文化ホールで、月末には今度鋸南、道の駅の鋸南というところで今月2会場で展示会をやりますので、まあ、阿波地域、千葉県内の方々はまたそちらへも足を運んでいただければと思っております。それでは最後になりましたけれども、主催者を代表いたしまして、千葉県教育委員会文化財課の、高梨俊夫副課長より本日のご感想とご挨拶いただきたく思っております。皆さんこんにちは、千葉県教育庁文化財課の高梨と申します。本日はオンライン講演会ご視聴いただき誠にありがとうございます。このですね、阿波南高校の公開授業ですが、平成25年度から千葉県教育委員会と千葉県立阿波高等学校の共催で、公開授業を行わせていただいているところですが、一昨年度は、台風被害により中止で、昨年度今年度は、コロナということで、中止とさせていただきましたけれども、皆さんにですね、この校舎の魅力をお伝えするために今年は、オンライン講演会という形で、開催させていただきました。なるべくですね、臨場感を出したいということで、講師の夏間先生にはわざわざですね、現地にまでお越しいただきまして、ご講演をして皆様にお届けしている次第です。夏間先生にはですね、建築の専門家ならではの視点でのご講演をいただき、大変楽しく拝聴させていただきました。誠にありがとうございました。またこの講演会を企画運営していただいております、NPO 法人阿波文化遺産フォーラムの皆さん、大変ご苦労をかけております。またですね、この建物は、日常的にはですね、千葉県立阿波高等学校の管理をしていただいているんですけれども、それに加えてですね、阿波高等女学校木造校舎を愛する会の、皆様がですね、ボランティア活動で草刈りとか清掃をしていただいているということでですね、大変日頃からお世話になっております。この場を借りて、御礼を申し上げます。今年度はですね、コロナということでこのような開催になっておりますが、来年度はですね、コロナも収まり、これでですね、現地での公開ができることをですね、祈っております。来年こそですね、皆さんにこの現地でお会いできることを楽しみにしておりますので、また引き続きよろしくお願いしたいと思います。本日はありがとうございました。